こんにちは、すももです。今日はソイジョイを食べながら雑談をしたいと思います。昨日更年期を感じたっていう話をしてたんですけど、意識して大豆イソフラボンとかを取ろうと思って、ソイジョイのアーモンドとチョコレートを買いました。で、昨日もこのリポビタンフィール、カフェインゼロで夜に、ね、寝る前とかに飲む用のこのリポビタンを買って飲んだんですけど、割と今日調子良かったので今日も飲みたいと思います。じゃあ、最近夢たまに悪夢を見るんですけど、最近前の会社で働いてた時の同期の人が結構夢に出てきます。なんか結構切羽詰まっ、なんか仕事辞めてからは、まあ連絡先とか全然交換してないし、まあ話すもことはもう多分これからもないと思う人なんですけど、結構私が7月で末で辞めて、まあその時割と繁忙期まではいかないんですけど、まあ忙しかって私が途中でドロップアウトして、まあ彼女には申し訳なかったけど、まあ辞めて、まあ結構どうしてるかなって気になるところではあるんですけど、まあだから夢で時々出てくるのかなって思って、でその、まあ、よく私が幼女体型って揶揄してる人が、まあ、本当に幼女体型だったんですけど、その人私にも結構イチャモンをつけてきたけど、その結構同期の方が割といろいろわーわー言われてました。で彼女は40、結構もう47、8、もう結構50歳近い人だったんですけど、そういう人にももうわーわー言える幼女体型はすごいなって思ってたんですけど、結構苦しめられてたと思う。まあ私もすごい苦しんだし、多分その同期の子の方がすごいもういろんなことを、まあ私でもわかるぐらいっていうか、そもそもまあ、同じ科ではあったけど、その同期の子と私は、まあ、グループその同じ部署の中のさらに枝分かれした中の別々のグループで、隣のグループの人にはイチャモンつけまくる幼女体験もすごいなって思いました。で、うん、結構そのイチャモンのつけ方が割とその自分のたちが働いてる事務室ではなくって、結構上司が見てないところ、割とまあ給湯室とか、まあ、トイレとか、その上司の目が行き届いてないところでわざわざ幼女は言いに行ってて、もうそれもすごいなって思った。
私は結構そういうのが嫌やったから、もうトイレも、もう違う階のトイレにまでわざわざ行ってました。なんかその同期の子が席を外したタイミングで、まあ幼児は私の目の前に座ってたので、そのタイミングですっと席を外すことが多くて、でなんか知らんけど、その同期の子と幼女が一緒に執務室に帰ってくるってことが多かった。まあその時間も結構長かったんですけど、もうそんなイチャモンつける時間あったら自分の仕事をさ進めたらいいのにって思いました。どうなったか気になるけど、気になるけど知りたくもないかな。ソイジョイ美味しい。やっぱ足りてないかな。アーモンドって結構いろいろ健康にいいって聞きますし、後ろに低GI食品って書いてます。エネルギーは145キロカロリー、タンパク質が 5g。うん、美味しい。 YouTube をするようになってから結構後ろのこういうものを見るようになって、結構って今まで気づかなかったことに気づけたりするのでいいなって思いました。リポビタン。でも夢悪夢で、その子がなんかあんたは幸せになりよってみたいな感じで言ってくることが多くて、そういうの夢を見た後はちょっとなんか今でもあの職場で働いてたんかなってめっちゃヒヤッとします。で起きたら、あの会社は辞めたやったって、なんか現実と夢の境がすごいあれ、うわってなる、わちゃわちゃなってて、時々すごい嫌やった時の夢悪夢を見ることがあります。夢ってコントロールできないんですかね。今日もこれ美味しい。ちょっとまた婦人科、いい婦人科にかどうか分からへんけど、婦人科に行ってちょっと
更年期をどうしたらいいのかを、また漢方とか、まあなんか漢方も昨日 YouTube とかいろいろ見てたら、なんか割といろんな種類の漢方がの組み合わせとかもで、なんかよく体調が良くなったりするってのも見たので、一度婦人科で漢方とか、まあ、ピルとかを また処方してもらえたらいいなって思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。バイバイ。